どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ちょっとね、ガズレレ最新情報と、継続は力なり、力なりちょっと大げさですけど、まあそんなようなことですね、今日は最新ニュースをお伝えするとともに、ちょっと、皆さんにシェアしたいと思います。よろしくお願いします。ガズレレではね、このね、ちっちゃいウクレレを使っていろんな曲をね、ほぼ毎日っていうか毎日ですね、YouTube にアップロードして、みんなも音楽やらないっていう感じでね、この楽しさをね、ぜひ皆さんにね、こう、シェアしたいなと思ってやってるわけですけれども、お知らせをまずね、ちょっと最新ニュースやらせてもらう前に、ウクレレ面白そうだな、私にもできるかなという方いるかもしれません。すぐできます。ここに、リンク貼っとくんで、ここの先に行ってくれたらね、もうどんな人でもすぐウクレレできるようになりますからね、ウクレレで音楽始めましょう。はい。じゃあね、今日最新情報をどんどんね、お伝えさせていただきます。まず最初はね、このね、いつもガズが使ってるガズのわがままウクレレ、ここにもあるな、このいろんな大きさがあったりするんですけど、この ガズのわがままウクレレの、購入していただいている方、要はユーザーの方のみが参加できるイベントをですね、なんと本日2月11日に初開催します。これはですね、皆さんが参加できるという、これね、なんでそのイベントをやろうかって思いついたかというと、皆さんご存知ですけど、スノーピークというアウトドアとかキャンプ用品をね、こうプロデュースしているというか制作して、すごくね、有名なメーカーというかブランドがあるんですけど、そこのね、本を僕読んでたんですけど、その社長さんが書かれたね、そのスノーピークではですね、そのユーザーさんと一緒に、その社員とかスタッフとか社長さんもその会社の外にあるキャンプ場で、まあね、キャンプを一緒にするらしいんですよ。キャンプファイヤーを囲んで、そしてそのお客さん、実際使ってるヘビーユーザーさんから、ここはこうした方がいいよとか、こんな風なのは、ここがこの商品ここはいいよねとかいう、そういうふうに語り合ってですね、それでどんどんこの面白い商品開発してるって聞いて、いやそれはね、素晴らしいなと思って、ガズレレでもやりたいなと思ったところに、まあ、今回のこのコロちゃんが来てね、なかなかリアルでさ、やこのウクレレのことをね、こうバイバイ語り合う回とかちょっと難しいなってなったんですけど、もうこれはオンラインでやるしかないでしょうということで、今日初開催します。そう、やっぱりウクレレって僕もね、ほぼ毎日触ってる、まあ、皆さんもそういう方多いと思うんですけど、まあ皆さん思い入れのあるウクレレがあると思うんですけど、このガズレレがプロデュースしてるガズのわがままウクレレでは、そのウクレレを売った後もですね、なんか一緒にこう、歩んでいけるような、いい言葉言うでしょ、一緒に歩んでいけるような、こうずっとね、継続する関係の方がね、なんかいいんじゃないかなと思って、でまあなんかこう使っていろいろね、この木材の変化とか、例えばこれでも擦れてきたとか、塗装がこうツルツルになってきたけどなんか大丈夫かなとか、ここが緩んできたとか、そんなこともそのイベントの中で話し合いながら、このウクレレをずっといかにね、長くかっこよく、それこそガズがいつも言うように、レザーね、革レザーとか ジーンズみたいに、もうほんと、なんていうか、いい感じでこう、やれてくるっていうか、そういうのがいいんですよ。このウクレレもよく見るとね、こう、塗装がほら、ピカーっとなって、これ、もともとはツヤ消しだったんですよ。こんな、俺と同じ。なんていうか、使ってるうちにね、こういうところがまた愛着が湧くということで、そんなことを語り合うような、イベント今日はやりますんで、このユーザーの方、後から、一緒に、ワイワイやりましょう。これ作ってる、もじゃくんと。プロデュースしてるね、Gラボ代表上田氏も一緒に参加ということで、そんなイベントをこれからも継続していきます。今予約注文の方、ね、安心してください。これ定期的に開催するんで、お手元に届いた後またどんどんイベントもやってきますんでね、そんなことをまず1個目の報告とさせていただきます。はい。それとですね、昨日なんですけど、最新情報が入ってきまして、リットミュージックから出ているこちらの、本のシリーズなんですけど、この、緑と黄色と赤のこの信号機みたいな、このガズのね、リットミュージックのシリーズなんですけど、赤い本のね、増刷がまた決まりましてですね、なんとですね、この3冊合わせて、全部累計で合わせて、なんとシリーズ累計10万部突破でございます。びっくりでございます。10万ね、7500部という、ことになってるんですけど、これはですね、嬉しいのは、まあ、この動画の冒頭でもガズが言ったように、もう音楽って聞くよりやる方が楽しいから、もっと音楽みんなわやろうよということを伝えたい私としては、もう本当にこれ以上ないような、まあ、喜びでございまして、ぜひ皆さんね、ご活用いただいて、また楽しんでいただきたいんですけど、このね、3つ のリットミュージックの本ってシンプル簡単バージョンしかないので、そこがまた、素晴らしいなと思って、で、よく言ってるのは、かっこいいバージョンやりたい人はもう自分でどんどん書き込んでいって
くださいとか、もうオリジナルの使い方をして言ってほしいんですけど、はい。で、それに付随して今回のね、これですよ、これ。ガズレシピ。ガズレシピの書籍版。こっちは、かっこいいバージョンも載ってるんで、リットミュージックの方は初心者さん向けの曲がいっぱいある。とにかく、やってみよう、トライしてみようという感じの本で、その次はこのね、ガズレシピの方っていう、こういう風にあっちからこっちから使い分けて、あとアプリもね、ガズレシピのアプリもありますんで、そういうのも、ご活用していただいて、皆さんのミュージックライフ、楽しい日常、やっぱ日常の中にポッと自分でやる音楽がね、入ってくるっていうのは、ものすごいポップですから、はい、音楽を聴くのもね、それももちろん最高ですけど、ああ、疲れたって言って、ソファーにね、こう、座り込んだ時に、こう、ちょっとこう、コロコロ聞くとか、そういう豊かな時間、皆さんもぜひ、もっと増やしていきましょう。そんなわけでね、最初にちょっとお知らせをさせていただいたんですけど、今日のテーマのもう一個、継続は力なり。継続は力なりってちょっと大げさなんですけど、やっぱりね、僕ね、すごいなと思うんですよ、自分で。ちょっと今、ガズがね、ほぼ毎日どんなことをやってるか、ダダッと言いますよ。まず、ガズレレ YouTube を撮りますよね。で、撮るのもね、いいですけど、撮る前にやっぱノートに書いたり、アレンジしなきゃいけないじゃないですか。それ、毎日やってんですよ。毎日こう、いろいろコード聞いたら、こっちの方が簡単かな、こっちの方がいい響きかな、とかって、それをノートに書いて、そしてもっと大変なのが実はあって、何やろうかなってやつ。もう明日何やろうかなっていうことをずっと考えてるわけですよね。で、だって今日撮って、ああ終わって編集終わってアップロード終わったよっていう時には、はい、次明日何やろうかなっつって、またそっからこう曲、ノートで書いたりとか、それずーっともうね、継続してるんですよね。で、あとね、これね、もう書かないとわからない、俺。あとね、ブログ書いてるんです。ブログ。365日、毎日ブログ書いてまーす。すごいでしょ、ブログ。あとはツイッターとか SNS もね、ちょこ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 まあ書いてるんですけど、それとですね、たびたびお伝えさせていただいてます、このガズクラブ。ガズクラブの、コンテンツでは、毎朝7時から、ガズがラジオ配信してます。毎朝ですよ、これも。365日。この間の大晦日と、お正月元旦からも、ラジオ配信してましたからね。これもね、朝皆さんね、元気に行ってらっしゃいと送り出す。めちゃパワフルなコンテンツ。これも毎日やってるでしょ。あとね、これすごいよ。まあちょっとこっからはプライベートな話ですけど、朝1時間、ウォーキング、5時半に起きて、そのラジオの前にね、ウォーキングしてから喋ってるんですよ。あとは腹筋ローラーやってます。腹筋ローラー。これは別にね、すごい負荷があるわけじゃないんですけど、膝ついてですけどね。もう毎日30回40回ぐらいはねやってますと。最近加わったルーチンではですね、Amazon で8000円で買ったミニ卓球セットでハニーさんと一緒に卓球をやるっていうのが、これ結構ルーチンに加わってきました。これが結構もうね、なんと有酸素運動なんですよ、めちゃくちゃ。まあ打ち合うやつじゃないですよ。どれだけリレーが続くかっていうね、そういうなんか楽しいね、ほっこりしたスポーツでね、こう膝を曲げてね、こう卓球を打つのがね、ものすごいこの代謝に来るんですよね。もう、この前のももとかね、もうものすごいこう、がっしりして、なんか下半身がこう安定してきてる最近のガズでございます。まあ、毎日ってやっぱすごいんですよね。だから、この辺のね、ことこで、まあまあ、毎日やってるんですよね。なんか、すごいです。まあ、それにもちろんね、ご飯作るとか、ご飯食べるとか、そういうことも、まあ、そういうのはね、もう生活ですから、まあ、一回置いといても、それにしても今ざっと見ただけでも、ガズレレ YouTube に関することとか、ブログでしょ、あとは、そういう、まあ、やっぱすごくない？で、今朝もね、この話を毎日ガズラジオ放送やってるから話したら、ガズさん毎日やってて休みなくてすごいですねって言われるんですけど、それ言ったんですよ。いや、違うんですよ。僕の場合、毎日お休みみたいなもんでございまして、まあ本当にありがたいんですけど、皆さんお休みの日って何します？やっぱりゆっくりリラックスして自分が好きなことやりたいじゃないですか。もう毎日ね、本当これね、僕ね、好きでやってんですよ。これがね、素晴らしいなというふうに思うんですけど、例えばブログなんかにしても、もうね、何年だろうな、2018年、まさに、2008年ぐらいから書いて、僕白血病になったのが2008年なんで、その年のね、ちょっと前から書き始めてるんで、相当もう13年ぐらいブログを書いてんだと思うんですよね。で、そうすると、もうそれが日常なんですよ。だから書くっていうことがもう当たり前すぎちゃって、書かないと逆になんか気持ち悪いみたいになっちゃってるんですけど、結局そういうのがね、よくガズの言う表現で言うと、紙に薄い何ミクロンの紙を毎日ちょっと積み上げるんですよね。そうするとどうなるかっていうと、もう百科事典みたいに厚くなるじゃないですか。ノート。このノートも、こうやって見るとね、ここにまあ今5ミリぐらいの厚さがあるけど、1枚ずつだったらさ、この何ミクロンみたいな世界じゃないですか。でもその1日はね、ほんとたったこれだけだけど、やっぱりね、ちょいとずつ毎日積み上げるとね、まあまあこういうなんかすごい分厚いね、辞書みたいになるのかな、みたいなことで、これはね、ウクレレの練習もそうだと思うんですね。毎日ちょっとずつやる。これが大事でございまして。そのことに関して言うとですね、今シェアしている、展開しているガズレレ大学。
これ面白いことになってます。ガズレレ大学というのは YouTube メンバーシッププログラムで、今これ動画話してる YouTube の、パソコン版で見てる方は多分ね、ここら辺の下のところにメンバーになるっていうのがあるんですけど、ここ毎月590円でですね、ガズの濃厚リズムレッスンとか、要はウクレレに関するちょっとね深めのことが、もう学ぶっていうより僕も一緒にセッションしてるんですよ。これはですね、ガズレレ大学は週2回生配信やってます。平日の夜9時からと土日祭日、あ、土日の、どっちかの14時から、生でですね、その日のテーマを設けてオンライン上で、まあ、いろんなこうリズムトレーニングとかをやるんですけど、これがですね、ものすごい積み重ねで、僕も、主催でありながらもこのガズレレ大学を始めたらですね、めちゃくちゃなんかいろんなことが分かってきて伸びてるというね、このガズレレ大学はですね、もう本当に始めたばっかの初心者さんだとちょっと厳しいかもしれないですけど、8ビート出来かけぐらいとか8ビートとか16ビートで迷ってるって方はガズレレ大学を、まあ、めちゃくちゃおすすめしております。ガズレレ大学の方ではですね、不定期でですね、ガズとのマンツーマンレッスン、これ募集させていただいております。でこの募集がですね、2月の後半にまた、ありそうなんで、もうガズさんと直接ズームでね、もうオンラインで濃厚にも、レッスンいたしておりますんでね、またそれアナウンスまた近々やると思いますんでお待ちください。で、まあ、そういうのもご活用いただきたいんですけど、あ、でもガズレレ大学を紹介したから、やっぱりガズクラブを紹介しておきたい。ガズクラブはいつも言ってますけどね、このガズがいつも書き溜めてるこういう手書きのノートを、まあ、最速で、5曲毎月5曲ダウンロードしていただけるという画期的なサービス、いつも言ってますけどね。でそこでは、月2回のオンライン大合唱イベントがあります。あ、これは伝えたかった。これ毎月2回ですけど、これがもう相当盛り上がります。課題曲をもう先に皆さんにお伝えしておくんですよ。そして、その、だいたいこっちも週末と、平日なんですけど、月に2回やるんですけど、それをこうみんなでオンライン上でせーので大合唱する。で、これがまためちゃくちゃ盛り上がって、もう大体世界中からの参加があってですね、相当盛り上がってます。でね、ちなみに報告すると、このガズクラブの会員様もですね、もうね、今ね、お試し期間で入会されてるっていうね、クーポンの方もいらっしゃるんですけど、大体1000人のところを行ったり来たりしてすごいですよね。ありがとうございます。その中でガズのラジオ放送とか、皆さんの演奏できる動画をアップロードできる場所もあるんですよ。これもね、ガズもよく見てます。G ステージっていうところと G スタジオっていうのがあったりとかして、G スタジオはもう何でもかんでも気楽に楽譜見ながら上げてくださいってことで、G ステージはもうアンプですよ。曲を覚えた人がこう、本当にこう表舞台としてやるみたいな、そういうちょっと緊張感ある場所ということでね。なんかそのガズクラブも今相当盛り上がってて、もう1000人ぐらいになってくるとですね、なかなか面白い規模感でもう街みたいになってますんでね、そっちのガズクラブとガズレレ大学、いろんなことをこう、なんていうの、こう、同時進行でやっているという、もうそれ毎日なんかそんなことやってるってすごいですよね、ほんとね。パッと見て、僕もこれ知らない人だと思って見たら、ものすごいなと思うけど、いや、長の本人としてはね、もう面白くって、いや、ありがとうみたいな感じでございます。あと最近ね、最近ではないですけど、この写真見てください。車をお持ちの方、車の後ろに、ステッカー、貼るとね、なんかいい感じだよと結構話しかけられたりなんかするかもしれませんよ。皆さんこんな感じでちょっとガズレレステッカーをね、みんな車に貼ってですね、あの人もガズレレやってんだなってこう車運転中に見て、パッシングとかしたらね、煽り運転だと思われちゃうからダメですよ。はい、ね、ブレーキ5回踏んで愛してるのサインはいいかもしれないですけど、なかなかちょっとねメッセージ伝わらないかもしれないけど、車にね貼るとね面白いということで結構ね、にわかに話題になってます。そんなようなことでちょっとここにリンク貼っておく。ガズレレのグッズもいろいろあるんでね、ちょっとこの辺もちょっとチェックしてください。で、ガズレレ大学とかガズレレガズクラブのことはこの概要欄のところにねリンク貼ってますんで、ちょっといろいろ見ていただきたいなと思うんですけど、あとこの G プレイスっていうのもちょっともう一回ちょっとシェアしておきたいですね。 G プレイスっていうのはこのガズのわがままウクレレとかガズの初めてウクレレっていうのはやっぱりまあオンラインだけの販売ですので、なかなか皆さん手に取っていただけないんで、もし店舗とか飲食店とか宿泊業とかいろんなお店やってる方でね、ガズのウクレレこう販売してみませんか。でそこが皆さんここ思想しに来れるスポットとして、あればいいなということで、今、まあ、コロナ禍っていうのもあるんですけど、そういう活動をね今始めてます。この G プレイスの件はですね、ここにリンク貼っておきますね。ここでちょっと G プレイスもちょっとよく見ていただいて、もし周りにね
お店やってる方とか、あの飲食店やってる方いて、ガズレレのこと好きだよっていう方いらっしゃったら、この情報もね、教えてあげてください。はい、そんなわけでですね、もうこっちからあっちから、もうガズレレ本当にね、あなんかもうぐるぐるになってるんですけどね。まあ楽しくほど音楽をやる。で、その この音楽をやる、面白さっていうのかな、豊かさっていうか、こう夢中になる感じとか、本当にね、もう一人でも多くの方にこれ知っていただいてね、なんか体験していただければなというふうに思ってます。そうするとさ、やっぱり、なんていうか楽しいじゃないですか、ウクレレやるとね。そうすると楽しい人がやっぱり世の中に増えるってことは、まあきっとね、楽しい世の中になるなというふうに思って、やっぱりそういうところに繋がっていくんじゃないかというふうに、もう本当に思ってます。というわけで今日はね、おしゃべりの、番組になりましたけれども、ガズレレに関する最新情報と、継続は力なり。やっぱりこんな感じでね、少しずつでも毎日毎日こう、いろんなことやってると、知らないうちにね、なんかこういろんなとこが伸びてるぞということを、お伝えさせていただきました。はい、楽しく音楽やっていこう。また、ガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またね。